皆さんこんにちは非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは乱用注意三ヶ月で単月売上200万を作るステップをお教えしますということについて語ってみたいと思います、えー、時期によってですねあのー、こうぐっと売上が下がった時に単月で少しそれを回復するための売上が欲しいな ととといいううことを思思つく時があると思うんですよ、ね、で、まあそういう時にあの乱用注意って言ってるのはあのしょっちゅうしょっちゅう使える技ではないやり方なんですけれども、あのー、単月でポンと売り上げを伸ばしたいっていう時に、まあ、仕込みは3ヶ月かかるんですけれども最短最速で作っていく方法っていうのを あの今日はお伝えしたいいと思いますただこの方法はあの開業をこれからする人にはちょっと無理な内容です。最低でも5年ぐらいはあの教室をやっていてスキルがあってえある程度発信とかもしていて顧客ファンがえウェブ上で見てくれてる人がいる人。 にに限定になりますそれが例えばインスタグラムでいてもいいですブログにいてもいい動画を見ていてファンがいてもいいフェイスブックでもいいですどれでもいいんだけどファンがいないとちょっと無理っていうやり方になりますのでそれをお伝えしていきたいいいと思いますははい、それでは本題に入りたいと思います。 まずでですね単月で200万以上、まあ、うまくいけば400万とかも作れるんですけれども単,月で単純にじゃあ200万をねある1月に作りたいというふうにするとどういう方法があるのかって言ったら単単純にに高単価なものを売っていいくという形になります教師の先生にとって高単価っていうのは、まあ、いくらなのっていう話なんですけど、まあ、大体10万円とかも高単価って言ってる方も多いですし、まあ、20万円ぐらいを高単価 っていいうケースも多いですね今回の場合分かりやすいので20万円を高単価とさせていただきますそうすると20万円で200万円を作るっていうことは20万円の商品を作って10人に売れば200万になるということになります。でじゃあ 20万円のものを買ってくれる十人っていうのはどういう人たちなのっていうことになるんですけれどもあの単月で売上を立てるっていうことなのでそのフォローアップしなきゃいけない実際に講座を教える期間が3か月なのか6か月なのか1年かっていう話はちょっと別ですよ前払い金でもらうっていうことで仮にじゃあ6か月でね20万円ぐらいの講座を作ったとしましょう、えー、それが例えばパンの先生だと6か月で、えー、うんそうですね ある一つのちょっと難しいスキルとかをセットにししてて教えてしかもそれをお仕事に使っていいですよみたいなディププロマタイののものですねそういうものを作ることができればその技術を持ってないけど試作をするのは大変でレシピを考えるのも大変でそれをもらえるとありがたいっていう人にとっては時間 が節約になるのでとても魅力的なものになりますよねそうするとそれを買って時間を節約したいっていう人にとっては20万円は高くないということになりますですのでまずその商品作りがあった時に誰なら買ってくれるのかという誰なら買ってくれるのかっていうそこを先に考える必要があって でその人たちなら、まあ、これぐらいの商品は売れるかなっていう、まあ、20万円ぐらいのね商品を売りたかったらそれを買ってくれる人と同時にセットで考えないといけないんでまずステップ1はその商品は誰なら買ってくれるのかっていうそこですよねあの企画を考えた時には金額から考えてもいいんですけど誰なら買ってくれる。 っていうステップ1はそこですね。でその人たちは例えば自分のファンが、えー、インスタグラムに多かったとしますよね。でインスタグラムでめちゃめちゃ濃い属性がいるっていうインスタのファンを持ってる人なら何ら問題ないんですけど通常インスタグラムって20万円のものを一括で買うようなタイプの人はあまりいないたまにいますけどね。となると、まあ、どこに自分のお客さんはいるのかとかっていうその。 発表する場所とそのいる人たちの人数が見えているようなところに全,全方面使ってもいいんですけど見えてるかっていうその自分のお客様がどこにいるのかっていうのを把握してる。ということは実は普段からそういう濃い人をどこか固まったところに持ってるっていう必要が本当は必要なんですけどねそういうものを販売したい時には。 例えば先生業のための講座を売りたいと思ったらそもそも先生業の人に有益な発信を普段からしている必要があって塊がそこにあればすごく売れる確率は高いです。 だからごちゃごちゃに一緒くたに持っていたとしても一定数の割合例えばメルマガ読者3,000人とかいて一定数の割合例えば20%ぐらいは先生が絶対に読んでるの分かってるとかっていうのであれば、まあ、あの600人とかいるわけですから売れる確率はものすごく高くなりますよね。でそこまでいなくても逆にメルマガ読者で100人しかいないけどほとんどが教室の先生ばっかりだった。 っっって言ったらそういういちょっと高額のものもとか売れるケースがありますよね一般人でも逆に開業したいという人が固まってるような、えー、媒体を持っている人であればそれのレシピがそのまま使えるわけですからそこででも売れる確率が高いですよね、えー、趣味で本当においしいパンがただ単に作りたいというレベルの人は多分20万はなかなか払わないと思います。 あのスキルアップステップアップのためにだったら払うかもしれないですけどね例えば昔で言うとコルドンブルーとかっていうところはもう本当に「えコルドンブルー出たの行ってるのすごいね」って言われていったブランドを持っているあのお料理もお菓子もパンもやられてたところなんですけどそのコルドンブルーっていう名前が習ってたのという形が欲しくて通ってた人がいるっていう話も聞いたことがあります。 はい、ですからそういう場合には100万だろうと200万だろうと払う価値があるそこをブランドにお金を払ってるっていうことになりますからね。なのであの何の動機でそのお金が払えるのかっていうその動機をちゃんと探す必要があって単にその習う,習うものを教えるだけじゃなくて。ただ必要最低限は あの習いたいと思うようなことを教えられるだけのスキルがあるっていうのは必要最低限の技能かなと思うのでちょっとやっぱ5年ぐらいやってないとちょっとなかなかね合格講座作りに行かもも,も,もちろんあの最初からねスタートダッシュで作れる方もいらっしゃいますでも確率がちょっと低いので、はい、まずそれぐらいのね方があるといいなで誰に どこにそのの人たちはいるのかっているかうことですねでそこが定まったら今度その定まったグループペルソナに対してペルソナっていうのはその自分が特定う特定できるこういう人っていう理想の人物がペルソナなんですけどその人が喜ぶように企画としてその講座を作っていきます20万を安いと感じるように。で作ってでそれを表現するページですね。 ランンディングページと呼ばれるものなんですけど申し込みをするようなページでそこには体験会が必要だったら体験会で試してもらう必要があるでそのページを作る必要がありますということはその写真が必要で魅力的に、えー、いいな習いたいな申し込んじゃおうって思ってもらえる文章が書ける必要がありますはいだんだん難しくなってきましたよでそのページができていたとしますそのできたページをプロモーションで その見せるべき相手に見せるんですけれどもそのの見せ方っていうのもありますよね要は埋めたい月に対してその発表を2週間前にするのか1ヶ月前にするのか期間限定で受け付けるのかとかまあいろんなそこは販売戦略プロモーションが今度必要になってきます単に写真と文章が上手でページを作る技術以外に今度プロモーションの方ですね いつどう見せてどういう頻度でそれを告知していくかってこれもプロモーション活動として組まないといけない内容ですでプロモーションがありますそしてそのプロモーションを、えー、やった後ですね例えば体験会まあ本当のクロージングとか制約のねお話をするどちらでもいいんですけどここって今度はね制約力が 必要になります制約力っていうのはどういうことなのかっていうと相手が本当に欲するものを読み込むないしは質問で引き出して相手がノーだと言いたくなるようなことを障害を取ってってあげるふうに話をきれいにまとめていく技術これ制約のスキルです。ということは、えー、と私よくクライアントさんのね あの体験がとににかく集集ままままりりししたた予定以上に集まりましたこの人たちを決めていくにはどうしたらいいんでしょうかっていう相談に乗ってあげて今どういうタイプの人が集まってるのかっていうの一人一人聞いてこの人にはこういうふうに答えてくださいこの人にはこういう感じこの人は多分決まらないと思うからあんまり力入れなくていいですとかね今じゃない方あの今すぐ顧客じゃない人を決めようとすると、えー、向こうにも負荷がかかります要は売りつけられたみたいな気持ちになる。 でこっちもなんかそんなにやる気が強くない人無理やり入れちゃうことになるのでそもそもバランスが悪い状態からスタートしちゃうんですよ向こうは過度の期待こっちはなんかあの無理やり入ってもらったみたいなところでサービス過剰にしちゃおうお互いに疲弊するのであの本当にドンピシャのタイミングの人でいいなと思う人しか入れないというのが制約の鉄則ですなのでそれを見抜かないといけないんですよ面談か何かで体験会で。 なのでここはは集客のののススキキルルとは全く別物の制約のスキルになりますここがない先生結構多い集客はできても制約のスキルがないとあの難しい人を入れてしまって結局そこにクレームをいっぱいもらって、えー、運営が大変みたいな状態を作っちゃうことになるので,でこの制約のスキルっていうのが必要になってきます。でめでたくそれが決まって まあ実際にヶヶ月とか6ヶ月ととかかやっていきますよ、ね、でその後継続してもらえるためにどうするのかっていうのはその一緒に学んでいる間に考えて次のプロモーションをやめる前にはしていくっていうそれがリピートをどんどんつなげていくっていう一つのコツになるんですけれども今日の話は単月で200万ぐらい作るにはっていうところなので。 それを中心にお話はしてるんですけど、ねはいですから企画は当然必要になってその企画からまずスタートしてどういう形であのそれをね販売していくのかどういう人ならいいのかっていうのも考えるただその企画っていうのは確かに売り上げが欲しいなっていうところから組んでもいいんですけれども基本的にはそれを喜ぶ人のために作らないとダメなので。 お金のためだけに作る方いらっしゃるんですけどたまにその人が作った企画ってやっぱり愛と情熱がないんですよね添削すると要はその人が売り上げを上げたくってお金が欲しくってこれ作ってますよねっていうのが文章を読むと業界に書いてあるそうすると読んでる方が心を動かされないんですよということで結果集客もできないことになります なのであの絶対に欲してくれる人がそれを一目見ただけで狂気乱舞して喜んでお申し込みボタンをうっかり押しちゃうぐらいの状態までの素敵な商品を作り込むっていうことがまずスタートになります。ということはその商品を作れるだけ相手のことをよく知ってないと無理なんですよ。なので あの相手のことをよく知っているというのは普段から気にに留めていいるととうことになりますよくこういう状態をね恋愛とかに例えられるケースとかがあるんですけれども、まあ、あの例えばですねプレゼントをするとそれじゃないですか、まあ、ちょっと古い記憶を思い出してみるんですけど好きでね付き合ってる彼氏がいたとしてサプライズでプレゼントをもしもしたいと思ったら聞けないじゃないですかサプライズだから。 本当は何が欲しいのとかねそうすると普段の行動とか何気ない一言からそれを読み取りこんなプレゼントなら喜んでもらえるんじゃないかなということからスタートトしてプレゼント計画を組んででいくわけですよ何をあげようかそれをどういうタイミングで渡そうかそして渡す時に添える手紙はどうしようとかどういうふうにしてその後ね連絡が来た時に答えようかとかね。 まあそんなの色々考えるわけですよでそ,うそういった時にね手紙もどういう手紙ならんどういう便箋に書いてどういう封筒がいいかとかねそういうのも考えたりとかいろいろして全てですシチュエーションから、まあ、企画からシチュエーションからねでそこまで考えてでそれをすごく喜んでもらうとよしやったって感じになりますよね一個それをクリアすするると次のハードルが上が上んですけどね。 前にそうですねあの今までまあそういうふうに言ってるのかもしれないですけどね今までもらったプレゼントの中で史上最高だったみたいなねことを言われたこととかもあってまあものすごい考えたしそれをプレゼントするまでにそもそも技術を身につけるところからスタートしてとあるものをプレゼントしたんですけどね。ヶ月がかりですはいっていうものもやったことがあって。 これは余談なんですけど要は何が言いたいかっていうとその提案っていうのはプレゼントにほぼ等しくって相手が何を考えててどういうものならめちゃくちゃ喜んでもう見た瞬間に「いやこれ私のために作ってくれたのありがとう」って言われるぐらいまでに作り込んでというのを作るのがまず第一弾企画のところです。でそれを表現する 写真とと文章と場合によっては動画で,でそれを適切なプロモーションで誰に何を売るのかどのタイミングでっていうプロモーションで適切に売って発表してでその人が申し込みされたら今度制約のプロセスに入るのでそこできっちり上手に説明をして納得してもらえるように理解してもらえるように障害を外していくようにお話ができて。 そしたらめでたく制約です。はい。なので、あの高額口座を販売するのは私はもともと得意だったんですよ。あのその多分聞くプロセスっていうのを何度も何度もたくさんの人と会ってあの鍛えられたからです。だから1000万とか3000万とか5000万1億の商品とかも販売したことは。 あるのであの当然1億とかになるとお時間かかりますよ1年かかりとか法人営業とかでね相手だって必死です1,000万級の毎月払う契約をその会社とするかしないかって決めるわけですからだから結構大変なんですよ提案書もいっぱい作るし途中途中もね社内調整もお手伝いとかもしたりとかしてました で個人で言うと家かな一番大きいお買い物は1500万とか3000万とかいろんな家ありますよねその契約を取るっていうことはーその方が望む未来を見せてあげることによって信頼してもらって契約をしていただくということになるので高額口座を売る販売するっていうことはほぼ営業企画の仕事 ルーティンじゃなくて作り出ししてててて販売売商品を売っっいいくっていう営業のプロセスとほぼ変わらないんですよだから企画だけ良くても売れないしあの発表の仕方だけ良くても売れなくて最後の制約までちゃんとうまく気を抜くことなくやれないとうまく売れないで私が何人かの先生をやってて気づいたのがその最後の制約のプロセスが下手な先生が結構多いんですね。 だからそのコツを教えてあげるとするッと当たり前のように決まっていて、まあ、100200300400その辺りが一気に決まるっていうのはやったことがない金額を決めさせるっていうのはあのプロセスを教えることによってですよ全然できるなと思っててただ3ヶ月でっていうふうに私今言ったのはそのさっき言ったところをギュッと凝縮したのをきっちり作ることができる人だったら 発表したあるる月ででポンとと売り上を上げげをことはできますただしそれは一過性のものなのでその後お付き合いした生徒さんが長期的に続くようにメンテナンスができる体制をその3か月とか6か月の間で作っておかないとお付き合いしている間に次がつながらないのでだからその新規ばっかり毎回毎回高い金額のものを買ってくれる人を集め続けるっていうのはおすすめしない。 のでだから乱用注意なんですよ <laughs> 乱用すると「またこの人これやってるまたやってる」って言って目先の見え方が変わらなくってあのだんだん飽きられていっちゃうので目先の見え方とか口座内容をちょこっとずつリニューアルしながら販売していくっていうのが正しいやり方になるのでだから、あのー、今までそういうことをやってこなかった人が初めてやる時には結構の人数入ります。 でも多分それでもともと潜在需要で持ってた人のリストと呼ばれる、えー、すぐに買う今すぐ顧客を食い尽くした形になっちゃうので次にヒットするまでにお時間かかる可能性があります。ということは次の人たちを育てていかないといけないですよね。 だからそれを常にやり続けるっていうのが本来ビジネスとしては正しい形なんですけどある一定の瞬発力、まあ、欲しい時あるじゃないですかでそういう時には、まあ、このプロセスを使っていただくとできますけどなかなかに3ヶ月で組み上げるのはハードルが高いハードな内容ですでもできなくはないのでできなくはないよっていうことを言ってみましたはいそれではまとめです、えー、乱用注意 三ヶ月で単月売上200万作るステップをお教えしますステップ一は、えー、企画から始,め始まります企画で、えー、どんいくらの商品をどういう内容で誰に売るのかってこれを考えて企画をするのがステップ一ですステップ二はその商品を、えー、ランディングページと呼ばれるページに表現する、えー、その表現方法は写真文章動画このあたりを上手に使って 欲しいとと思われるる内容にちゃんとページでで表表現現をするという表現ですステップ3はこれを、えー、それを欲しがる人がいるところに告知を投下していくっていうところですねプロモーション活動、えー、どれぐらいの期間でどういうふうに告知していくかっていうのを考えて告知をしていくこれはステップ3ですでステップ4は体験会とか手前のワンクッションがある形で募集をしたらそれを きちんと一人一人上手に制約をしていくっていう制約のスキルこの制約の部分がステップ4になりますそして先ほども申し上げましたが特に教室の先生が弱いのはステップ4制約のところですこれは押し売りをしません相手の言葉から自分が発するべき正しい答えそして相手がそれによってあいいな契約したいサービス申し込みたいって思うように まとめていくスキルになるのでこれは鍛えないとうまくならないので、なので鍛えるためのポイントを考えつつ質問力を磨いていただくということが必要になりますのでぜひ頑張ってみてくださいそれでは